今日は大事な発表があります。ピンチャース、これは何でしょう。ラッキー池田さん、ピンチャース、ね、まあ、いきなりピンチャースって言われましてもね、誰も分かんないと思うんですけれども、これですね、なんとコントと歌のマッチング、これをね、関根さんと私で企画して作ったんですよ、約1年ぐらいかけて。そうなんですよ、練りに練って6個のコントと6個のそれにマッチングした歌、スネークマンショーって言っても皆さん分かるかな、ずいぶん前だからね、ずいぶん前ですからね、昔ラジオでコントがあって、その後音楽があって、で必ずその音楽を紹介するような面白いコントが、YMO も一時期レコードの中にコントが入ってましたね、やってましたね、はい、それをこうちょっと、そうです、今回はそれをね、完全に関根勤流に新しくこの世に復活させたと、令和の時代に、新しいのかな、どこかなプロデュース、ラッキー池田ですから、プロデュースすごいですよ全責任関根勤ですから。そうですね、楽しかったね、楽しかった、もちろんね、コントは小崎はじめね、はい、いろいろ有川君ともやったりしてるんじゃないですか、はい、ただね、関根さんのね、やっぱね、歌がね、面白いんですよ、これ。あ、そうだった？めっちゃ面白いです。ちょっとね、昭和っぽい歌も歌ってもらったりして、まあ、もう昭和生まれですからね、昭和育ちですから、昭和の歌は好きですから。変な話、今のその歌謡曲歌う歌手、はい、まあ、演歌も含めて、はい、もう関根さんのね、感じを出せる人ってね、いないんじゃないかなと思いますね。そうかな、よくわかんないんだけど、僕もよく全部聞いてるわけじゃないんですけど、まあ、とにかくこう、全部でその、たっぷりと、まあ、こう6話分、はい、1時間弱ありますからね。そうなんですよね、はい、でどういう形で、発売するかと言いますと、 M カード、はい、ミュージックカードと言いまして、でこれを購入しますとダウンロードができると、はあ、はい、CD みたいな形にはないんですけれども、でもこれは当然メモリーというか、メモリアルというか、はい、残りますから。で5月1日に全国で一斉販売いたします。やりましたね、はい、冠婚金が4月の21日から始まります、はい、そこで、事前に先行販売、先行販売しますんで、はい、やっぱ冠婚金といえばね、はい、まあ、僕とラッキーで、はい、立ち上げたような劇団ですからね。そうですね、ね、だいぶいろんな人に世話になってますけど、一応立ち上げはね、そうやりましたけど、はい、まあ、その後もいろんな人が、はい、ラグビーと一緒で、ね、はい、俺たち最初ボール持ってただけで、あとみんながこう、そうそうやってくれてでも立ち上げからのメンバーは、はい、僕とラッキーだけなんですよ、はい、そうなんですよ、でもいよいよ今年はね、飯尾くんがガンとスタートブレイクしましたね。ねえ、これだから後輩が続いてくれるといいね。いいですね。だからキャインなんかはさ、はい、天野歌うまいし、歌うまいし、じゃあウドがね、そうだ、ウドってね、独特のね、感性があってね、愛は勝つとかね、ああいうポジティブな歌を歌するとね、なんかいいの。おお、なんかもう既成の歌手にないね、ものを持ってんのよ。飯尾くんなんてあれですよね、鍵盤にない歌で歌いますからね鍵盤にないとこの音が、なんでこんな鍵盤にないとこだけを探すんだろうってそう、すごいよ。だって飯尾くんはね、歌下手、はい、選手権っていうのを、番組でやったんですよ、はい、若林くんが歌ってるでしょ、はい、とね、みんなが笑ってるわけですよ、他の人が出て笑って、はい、飯尾くんはね、若林くんがなんで笑われてるのか分かんないんだって結構うまいなと思うんだってそこそこうまいじゃんって思う。そうそう、それで2回目からは飯尾くんは出場禁止、はいはい、いやレベルが違いすぎてもう全部優勝になっちゃうから根本的なことがね、もう分かってないっていうことですね。そうなのよ、結構歌下手な人って、はい、自分の歌は下手でも人の歌は下手なのをゲラゲラ笑ってんのよ、はい、飯尾くんだけ、はい、えってなんで笑ってんの、みんな上手いじゃん海外にいるのと同じようなことですね。そう、何言ってるか分からないみたいなね。飯尾くんのガッツだぜって聞いたことある？なんとなく聞いたことないんですけど、想像できます。もうね、最高なんだよ
ガッツだぜ。パワフル魂ガッツだぜって全然ガッツないのよ。昔のデンデンさんみたいに。そうそう。ガッツだぜ。それとほらあのリズムに乗せるのが下手、はい、自分が下手だから、多く入れちゃうわけだから、ちょうちょうちょういい感じ、ちょう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 いい感じっていうのを、もういっぱい入れなきゃいけないって自分は遅れると思うから、はいはい、ちょ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 いい感じちょ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 っていう。これやっぱあれですね、あのピンチョス、これ今後ははい、天野くんとかそうね、飯尾くんとかそうそうね、宇都ちゃんにもついてほしいですね。あとね、ヤスが意外とうまいね。うわヤスね、何歌っても中村雅俊になるのこの間カラオケ行ってね、でヤスが得意だから、恋人も濡れる街角とか、それから俺たちの旅とかさ、本当にいいのよ。好きなのね。そうで、好きなの、でちょっとどうかなと思って、あれ入れてみたのよ、送る言葉、それも仲間の雅俊送り言葉だと。それであのヒーローってあるじゃない、タン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 って、最後の歌の部分あるじゃない、で歌ってる人がさ、私この英語の歌詞無理なんで、ヤスさん歌ってくださいって言ったらさ、歌ったんだよ、そこも全部仲間の雅俊ヤスってあのね、本人はすごいこう、自分もかっこいいってこうなんか思ってるしね。2枚目ですよ。2枚目ですからね、お笑いね、変な意味でお笑いだと思ってないんじゃないかっていう疑いがあるくらいそれからあとね、意外とね、岩井が歌う、2人ともうまい。あ、2人とも、ジョニオは昭和歌謡みたいな出してますから、演歌歌手の人とデュエットしてるから、します。そう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 、で井川もね、ピッチ合う、合うの。あ、だからなかなかいいですよ。あ、じゃあこれピンチョスどんどんやったらもう、今度観光金でやってもいいよね。いいですね。ね、これが売れたらね。売れたら、観光金バージョン。まあこれが売れるか売れないかは、もう皆さんにかかってますんで。それで、まあどんな感じかっていうのは一部、皆さんにちょっと、そうですね。ピンチョスって言っててもね、スネークマーショットとか言っててもよくわからないんで、百聞は一見にしかずですので、この後ですね、コントプラス音楽と、映像付きでね。あの試作品作りましたんで、その一部をまず我々で歌いますか、はい、ね、いきますよ。イエーイエーイエー、クンダとムンダのやってることは両手をくっつけ蝶々にして、鼻の穴に指を突っ込んで、蝶々ベリベリバッチグー、クンダとムンダのやってることは両手をくっつけ蝶々にして、鼻の穴に指を突っ込んで、蝶々ベリベリバッチグー、ピンチョスよろしくね。ピンチョス、ピンチョス。バカバカしいと思うなよ、やってる本人大真面目、パンチョディポンチョディ膝小僧、ピンチョス。では次のニュースです。最近海外からの変異ウイルスが子どもたちに感染しているというニュースが入ってきました。このウイルスは超超ベリベリバッチグーと悪ふざけをするウイルスで、花岡くんだと花岡ムンダの2人からなるユニット、くんだとムンダの真似をすることで子どもたちがお下劣なことをするという厄介なウイルスなのです。 VTR にありますので見ていきましょう。公園にやってまいりました。今子どもたちの間で大流行していることがあると聞いてきたんですが、一体どんなことなんでしょうね。早速聞いてみます。今君たちの間で流行ってることって何？両手を蝶々にして指を鼻の穴に入れちゃってますね。そんなことして学校の先生や家の人に怒られない？はい、楽しい。あ、そう、楽しいんだ。なるほど、これは困った大流行ですね。以上です。さて、このクンダとムンダが鼻の穴に指を突っ込んで超超ベリベリバッチグーとやっているのを園児たちが真似することが問題なのですね。はい、この超超ベリベリバッチグーっていうのはやってみたくなっちゃうんですよね。
ちょっと安藤キャスター、ほら親指、鼻の穴入っちゃってますから。あ、失礼しました。木村解説員、これは厄介なウイルスですね。そうですね、確かこのクンダとムンダはカリブ海のアーティストですよね。流行りの SNS でもって子供たちを中心に広まったことですが、歌の歌詞の中にはっきりとクンダとムンダの真似をしちゃいけないと歌っているんですね。なのでこれって完全に法律では取り締まれないんですよ。でも何でしたっけ、ちょうちょうベリベリバッチグーでしたっけ。そうですね、ちょうちょうベリベリバッチグー。酒井キャスター、親指が鼻の穴に入っちゃってますよ。あ、これは失礼いたしました。はい、いや油断も隙もないですね。これは相当厄介なウイルスです。いやまあかつてはね、うんこちんちんなんてのも流行りましたしね。え、ちんこビンビンですか。そんなこと言ってませんよ、うんこちんちんですよ。だからね、流行なんてものはね、やがて流れて消えていくんでね、それまで逆にね、とことん流行っちゃった方がいいのよ。早くこのウイルスが集団免疫で感染者が減っていくんじゃないでしょうかね。ということは、もっと流行った方が良いというご意見ですね。私も賛成です。だって、ちょうちょうベリベリマッチグーって、ついやってみたくなっちゃうんですもん。チョウチョウベリベリマッチグー、チョウチョウベリベリマッチグー。ちょっとほらお二人、ほら親指が鼻の穴に。で、それでは、次のニュース参りましょう。本日午後1時ごろ、東名自動車道で
ってることは両手をくっつけ蝶々にして鼻の穴に指を突っ込んで蝶々ベリベリマッチング。クンダとムンダのやってることは両手をくっつけ蝶々にして鼻の穴に指を突っ込んで蝶々ベリベリマッチング。鼻岡クンダは好きに生きてるだけ、鼻岡ムンダは笑って生きているだけ。クンダとムンダは楽に生きているだけ。クンダとムンダはクンダとムンダだから。チョーチョーベリベリバッチグー、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 チョー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 ベリベリバッチグー、バッチグーグーバッチグー、イエーハイエーバッチグー、ワッホッホッホー。クンダとムンダの見よう見まねは絶対にやめましょう。